日本と韓国は東京で外務省の局長協議を行い、挑発を繰り返す北朝鮮について連携して対応することを確認しました。会談ではまず1月の核実験以降、弾道ミサイルの発射など国連安保理の決議違反を繰り返す北朝鮮について、日韓が警戒監視や情報交換などで緊密に連携することを確認しました。日韓が外務省の局長協議を行うのは昨年末の従軍慰安婦問題での合意から初めてです。今回の会談では元慰安婦を支援するため、日本の資金で韓国政府が設立する財団やソウルの日本大使館前に建てられた慰安婦像の撤去についても、今後の進め方やスケジュールなどについて協議が行われました。